自分は素直になれなかったりマイナスな方に引っ張られることが多くて、誰でもいろんな側面を持ってると思うんですけど、それでもいいんだよっていうのを伝えたい。鑑賞者に届けたい作品に込められたシンプルな言葉。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト、リンカ・フォグ。2001年神奈川県生まれ。自分のことをマイナス思考と語る彼女が、絵を描くことで伝えたい再自覚することの大切さ。キャッチーなキャラクターに分かりやすく落とし込むというか、なんか暗すぎずに気持ち悪すぎなければいいなって思うんですけど、見る側に分かりやすく余白を残したいっていうのは思ってて、疑問に思ってることとか、当たり前にこうでしょって思ってることだったりとか、自分が考えてることとかを再自覚してほしいみたいな、そういう工程が大切かなって自分的には思ってて。自分とは何者なのか、アートを通じて表現する中で発見した心の底に眠る感情。結局自覚の作業というか、自分の中で突っかかってた疑問とか感情と、その自分を掘っていく中で伝えたいことが出てくるので、それを空気感で伝えたいなっていうのは大きくて、書きながら考えて頭が整理されるので、頭がすっきりした時に感情の整理とともに作品が出来上がるっていう感覚。絵が完成することで感じる自分の本心、そこに存在したのはマイナス思考とは真逆の自分。誰でも絶対コンプレックスとか自分の中にはあると思ってるので、なんか無意識に描くものが暗い色だったり、なんか不安定な感じで表現することが多くて、だけど暗いイコール暗いじゃなくて、やっぱそこにはどっちの側面もあるから、明るいところもあるから、その瞬間っていうのを大事にしてほしくて。自分のことを再自覚し慰めてあげてほしい、そんなリンカ・フォグが作品に込める決意とは。気持ちとともに後付けで絵がついていきたいと思って、ただ自分の考えるっていう工程を大切にしたいとは思ってます。だからこそ自分の気持ちの具体化していくことが大切だなと思って、感情移入をしやすくなれればいいなくらいの気持ちで作り上げられたらなと思います。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家清田馬作のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。